ばんは、アミファーチャンネルのアミです。今日は大子町にやってきました。ここは袋の滝です。皆さんに夜の袋の滝を見せたくて来ました。早速行ってみたいと思います。6時以降も空いてて、エレベーターを登れないんですけど、中に入って見ることはできるんですよね。さっき教えてもらいましたよかった、夜の滝見て。まず最初は吊り橋ですかね。そこに向かっていきます。観音様もいますね。滝見観音って書いてありますね。すごいトンネルの中だから声響きますね楽しい。あれかな、あ、看板見えてきました。吊り橋って書いてありますね。どんな感じかな。よいしょ。ここ右ですね。曲がってこう。わあ、坂。もうすぐかな。あ、そこだ。すごい。どうかな。わあ、すごーい。どうですか、この滝見えますかね。すごい、ちょっと光があるんで夜でも見えるんですよ。そして滝の右側には吊り橋ですね。こっち暗いから見えるかな。はい、見えますか。見えるかな。こんな感じでこの先が吊り橋となってます。そしたら私はとことこ歩いて上の方見えますかね。よいしょ。はい、向こうの観瀑台の方に行きたいと思います。次は第一観瀑台の方に行きます。すごい。私は今度ハイキングコースの方も、そこからなんていうのかな、ハイキングコースを登って福田の滝を上から見るっていう動画もあげるので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。あと福田の滝もそうなんですけど、大子町には不動滝っていうのもあるので、それも見てみてください。ここでお参りする方もいらっしゃるのかな。わー、すごーい、大迫力ですすごーい。どうですか、夜の袋の滝は。めちゃめちゃ良くないですかすごい間近で夜の袋の滝が見えちゃいます。ライトアップが今の時間はされてるので、ちゃんと肉眼でも写真でも撮れますよ